はい、今回はですね、まあ、メンテナンス用品ということになるんですかね。このクレのですね、シリコンペーストメイト、シリコングリースメイトです。のグリースメイトのペーストというものを紹介したいと思います。これはね、まあ、一言で言うともうグリスです。まあ、歯車のギアの部分とかですね。まあ、あと何かこう摩擦してちょっと抵抗のある部分につけて、摩擦を減らすというものですね。で、まあ、これクレ556で有名なクレの商品なんですけど、ここですね、クレ工業というところの商品なんですけども、まあ、クレ556はね、まあ、溶剤が入ってますんで、まあ、金属のギアとかならいいんですけども、プラスチックとかですね、まあ、そういうところに吹き付けると、まあ、樹脂を侵してしまうというのがあるので、まあ、そういうところには使えないと。で、これは、まあ、ここにもありますように、まあ、ゴムプラスチック OK ということなんで、まあ、そういうようなですね、ところにも使えるというので、まあ、ここは自動車とかバイクとか書いてますけど、まあ、交換系はね、どちらかというと金属系なんで、まあ、ホビーでもないんですけども、まあ、パソコンの周辺とかですね、まあ、あとラジオとかにも、まあ、プラスチックなんで、使えるということになりますね。で、まあ、これ、まあ、ホームセンターでも売ってますし、まあ、アマゾンでも買えます。で、ここに 50g とあるんですけど、まあ、50g でだいたい、まあ、Amazon だと700円台ですかね。それぐらいで手に入るものですね。で、まあ、何かね、接着剤のような、入れ物に入っているように見えますけども、これ外のケースは、金属のケースではなくて、歯磨き粉のような、プラスチックの、容器ですね。になってます。まあ、ちょっと出してみましょうかね。こうやってくっついてますんで、まあ、こうやって剥がすというので、もうこう本当に歯磨き粉みたいな感じですね。で、まあ、外装のフィルムがあるので、まあ、これをペリペリと剥がすということで使うんですけど、こうですね、フィルムを剥がして、こういう形でもう歯磨き粉か、みたいな感じでね、プラスチックの樹脂ですね、ケースになってます。で、中ね、まあ、こうやると取れるんですけど、これ見てわかりますけど、白い、まあ、本当にね、歯磨き粉というか、そういう感じのね、これですね、グリスです。これね、まあ、若干ね、ちょっと硬めかなという感じはするんですけど、そういうようなもんですね。で、まあ、プラスチックにも使えるということなんで、まあ、これが、役立つとこがいろいろあるんですけど、まあ、例えばね、まあ、過去のね、ちょっとレビューとかにも、LED ライトということで紹介したのかもしれないんですけど、こういうね、LED ライトがありますと。ね、まあ、安いものならね、100円ショップに売ってたりするものもあるんですけど、LED ライト。まあ、他にもね、ちょっといろいろと LED ライトがあったりするんですけど、まあ、こういうね、ライト、LED ライト、ここの部分ですね、まあ、中にね、電池を入れるんで、電池を入れて、まあ、こう、蓋をするんですけど、そのね、ここの部分ですね、ここ。当然ネジを切ってあるんですけども、まあ、アルミニウムが使われていることが多いんですね。LED ライトの外装には。そうすると、アルミニウムって柔らかいので、まあ、こう何度もね、開け閉めしてると、ここの山がね、削れてくるんですよ。で、まあ、実際にね、削れてしまったライトもあるんですけど、
そういうね、削れることを防ぐために、こういうグリスを塗っとくといいかなと思います。で、グリスというても、安く済まそうと思えば、こういうね、これ、潤滑グリーススプレーということで、100円ショップのダイソーに売ってるスプレー式のグリスなんですけど、こういうやつにはですね、ちょっとここに書いてると思うんですけど、石油系の溶剤が入ってるんですよ。ですから、こういうね、グリスを、ここにスプレーでシュッと拭いてしまうと、簡単に済むのは済むんですけども、金属だけならいいんです。アルミ同士ですから、溶剤が入ってても、金属は侵されないんでいいんですけど、こういうね、輪っか、ゴムの輪っかが入ってるんですよね、これ。で、LED ライトによっては、これの予備を、わざわざつけてくれてるものもあるんですけど、でこの輪っかを、ここにはめてですね、一番手前まで下ろして、これを締めると。いうので、この間の気密性を高めるというか、防水まではいかないんですけど、多少雨降ったところでも、このゴムのね、輪っかがあること、パッキンですね。このパッキンがあることで、水の侵入を防ぐんですけども、このパッキンがですね、溶剤が入ってると、侵されてしまうんですね。で、切れたり、溶けたりしてしまうということがあります。ですから、このね、溶剤の入ってるスプレーは、ちょっと使えないということになります。で、次に考えられるのが、これもクレなんですけど、シリコンスプレーですね。これも潤滑用途で、いけますし、これプラスチック OK なんで、これをここにシュッと拭いてしまってもいいんですけど、このシリコンスプレーはね、拭きつけた時は、非常にこう効果があるんですけど、粘りがないので、すぐにこう取れてしまうんですね。で、その都度またメンテをしなければならないと。いうことになってくるので、あまり長持ちしないんですよ。頻繁にやらないとダメだというところで、これの出番ですね。これはね、さっきちょっとこう、出してみた通り、結構粘りがあるので、これをですね、こういう爪楊枝かなんかの先にちょっとこうね、つけて、ここにこう塗布していくと。ね、いうことで、ゴムを入れて、これを締めてやると、非常にいいということになりますね。この輪っかを犯さないんで、これは。輪っかを犯しませんから、パッキンが、切れたり溶けたりしないで、ここの摩擦を減らすことができるということで、ここの山がすり減ってくるのをね、極力抑えることができます。本当にね、グリスでメンテナンスしてないやつで、何度も開き閉めしてると、この山がもう削れてなくなってしまうんですよ。スパッと外れることはないですけど、きちっと閉まらなかったりもするんで、そういうのを防ぐのに、このシリコンスプレーですね、シリコンの、グリスメイトは非常にいいかなと思います。他にはね、これもちょっと以前紹介してたと思うんですけども、キーボードね、これ紹介してましたね。K の200、270ですかね。もうちょっと型式はもうここなんで見えないんですけど、K の270ですね。K の270なんですけど、今もこれ普通に使ってます。特に問題はないんですけども、Windows ですから、このコントロールキーをよく使うんですね。Mac でもそうですかね。コントロールの位置、Mac の場合このあたりになるんでしょうけど、コントロール S で保存とかですね。コントロール Z とかコントロール Y とかコントロール A で全選択にコピーペーストとか、そういうのを使ったりするんですけど、このね、コントロールキーがね、
スッと入るんですけど、たまにねちょっとこう嫌な引っかかりを感じることがあるんですね。そういう時に、まあもちろんあのキーボードプラスチックですから、これは使えません。ニクレ556ももちろんダメなんですけど、これですね、シリコンスプレーを吹き付けるのは簡単ですけど、吹き付けてしばらくは効果がありますけども、先ほど言ったように、あんまり残らないんですね。というので効果が長持ちしないんで、そういう時に、このですね、グリースメイトが向くと。プラスチック使えますから、ということなんですね。ですから、まあ、キーボードがあってですね、まあ、ここですね、コントロールキー。まあ、なんかドライバーとかで引っこ抜いてもいいんですけど、傷がつくんで、こういうキーボード引き抜き機というのが、まあ、売ってます。まあ、500円しないと思うんですけど、まあ、これをこう刺して、引き抜くと、スパッとね、いうところ形で取れるんですね、キーが。キートップが取れるんで、これですね、取れるんで、このね、まあ、受け側は、こういう形になってるんで、に差し込み型がまあこういう形ですね。筒状になってるというので、まあ、これが噛み合ってますから、まあ、この、キーボードの、受けの方と、この刺さる方ですね、のこの接触部分にですね、まあ、この爪楊枝でもいいんで、まあ、このグリースメイトですね、これ、直接ベチャっとつけるともうベタベタになってしまいますから、もう少しずつでいいんですよ。そんな大量につける必要がないんで、まあ、これをね、こうちょんちょんとつけて、ね、その該当箇所にまあこうちょっと塗ってですね、4箇所かな塗って、またこうキーボードを戻すと。ね、戻すときはこう、ポンと押し込めば入りますんで、カチッとね、いうので、摩擦が少なくなって、まあこう、どうしてもね、コントロールキー、キー、ね、端っこですから、こう小指で押したりするんで、弱い力でスッと入らないとね、ちょっとストレスが溜まりますんで、ちょっとね、嫌な引っかかりがね、たまにあるんで、そういう時はこれを塗ると、治ります。治ります。今、もちろん他の、まあ、Windows キーで引っかかるとかですね、まあ、エスケープが悪いとか、まあ、そういう時にも、使えるんで、まあ、なんかちょっとキーボードに違和感が感じるのであれば、まあ、これを使えばいいかなと思います。で、まあ、他にもね、ちょっといろいろ使えるところがあるんですけど、まあ、ラジオですね。これ、まあ、何度も出てきますけど、まあ、ER20T ですね。新しいやつは 54T になってると思うんですけど、まあ、なんかね、ちょっとケーブル一本、白いやつはちょっとアースとして足してあるんですけど、まあ、こういう構造になってるんですけど、ここのね、チューニングあるでしょう。チューニングノブを回すと、まあ、このね、同じラジオを持ってる人とか、もしくはまあ、同じようなね、形状の、ラジオ、まあ、オーム電気のでもいいんですけど、こう回すとですね、なんていうんですかね、その部分部分によってこう、ちょっと抵抗が違うんですよね。スーッと回るところもあれば、ちょっと回していくとなんかこう、硬くなるところもあるというので、まあ、均一じゃないということなんですけど、まあ、ちょっとこれ以上分解しませんけど、もう過去にメンテナンスはしてるんで、紐掛け式なんですね。ここちょっとね、もうほとんど見えないと思いますけど、糸がね、ちょっとかかってるんですよ。ここね。この糸が、まあそのね、滑車を経て、この指標を動かして、かつ、そのバリコンも動かしてるというので、まあチューニングができてるんですけど、その滑車のね、軸の部分に、このシリコングリースメイトをちょっと入れてやると、抵抗が少なくなるんで、まあ、多少改善します。完全に均一にはなりませんけど、ただもちろんその滑車のですね、真ん中の軸のところはまあこう回りますから、ここにつけるのはいいんですけど、この滑車のね、紐がかかってるところには当然つけないでください。つけてしまうと、そこツルツル滑ってしまいますんで、チューニングができなくなります。まあ、自転車で言うと、ね、ブレーキゴムのところに、油刺すようなもんで、ツル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 回ってしまって、ブレーキ効かなくなりますから、そのあたりにね、ちょっと注意して、まあ、こういうね、細い爪楊枝でもいいんで、まあ、ちょっとずつ、こう、ちょっと打つだけでいいんで、そういう使い方をするといいのかな、と思います。
まあ、あの 50g ですけどね、あの結構量入ってますし、そんなたくさん一度に使えませんから、まあ、これ一つあれば長いこと使えるかなと思います。あの変質もねほとんどしませんし、ということで、今回はですね、まあ、ちょっとメンテナンス、道具というか、それのものとしてですね、クレのですね、シリコングリースメイトの紹介でした。